お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、ファルチェです。ファルチェについて、いろいろね、話しながらやっていきたいと思うんですけど、ファルチェがね、次、まあ明日ですね、この動画今夜遅くに上がってるんですけど、その明日の夕方5時に、まあ、シーズンが終わるってことで、まあ多分その付近ですね、まあ明日の夕方5時付近に、情報修正があって、ファルチェがね、大幅強化されるんですけど、もう攻撃力がもう約2倍、98% 増加っていうので、まあ言ったらファルチェがぶっ壊れカードって今呼ばれているんですけど、まあそのファルチェ入りのデッキとかはね、今日紹介していけたらいいかなと思います。ってことで、今日はまあバトル数戦やるんですけど、まあ話しながらね、やっていこうと思うんで、まあね、ちょっと僕一人で話すのもあれだなと思って、まあゲストちょっとお呼びしてます。滑舌失礼します。国家はゲック、はい、というわけでお話動画なのに、はい、滑舌が悪くてあんまりお話キャラではないコタ選手を呼ぶっていうね、はい、まあね、やっぱ仲良しガングごめんなさい。はい、というわけでやっていこうと思うんですけど、はい、まずね、ファルチェ入りのデッキを皆さんあんまり知らないと思うんで、はい、その、まあ、ファルチェね、全く使われてないことはないんですけど、はいはいはい、なんかめっちゃ使われてるカードではないっていうので、あんまねファルチェ入りのデッキ知らないと思うんで、一つ目、このファルチェバルーンですね。これ日本人の方がよく使っているんですけど、多いね、今も。そう、今多い。そう、今でもまあよく使われている、多分唯一かな、ファルチェ入りのデッキで。ファルチェ見ればこのデッキがもんね。そう、このデッキぐらいしか多分まあないかもなんですけども、こちらね、うん、まあただただこの周りのカードは特にね、何もいじられずにファルチェだけが強化されるんで、でファルチェのね、その強化の具体的な内容は先ほど言った、ダメージが約2倍。で、でもあとヒットポイントと、がね、若干下がる。で、射程も、投げる、あれですね、ファルチェが投げ始める距離が、ベビードラよりもちょっと短いぐらい。で、ちょっと相手のユニットにタゲ取るまでが遅くなるんですよね。でも、届く範囲次回は、そうなんですね。違うよね。そう、ファルチェは、相手が近づいてきたら気づくんですけど、3マスですね。3マス、自分から3マスのところに相手が入ってきたら投げるんですけど、その投げた鎌は5マスぐらいまでね、進むっていうね。ちょっとね、まあなんで、まあ縦をしっかりやって、ファルチェをうまく使えると、まあそこはね、多分、もう化け物級だと。まあ貫通するんで。そう、貫通するんでね。で、その投げた折りが返ってくる速さも早く返ってくる。すぐ、ヒューピューンってね、そう、ヒューピューって返ってくる感じですね。まあやってみたらね、多分分かるんだと思います、はい、なんで、まあこちらね、バルーンデッキは圧倒的強化だと思いますので、ぜひねおすすめです。というわけで次、おこちらが、まあその海外の人は使ってるんですけど、日本の方はもう使ってなくて、うん、まあ、ファルチェ入りデッキの唯一 の生き残り、まあハンドボックスのアイフロー選手からこのデッキを取り、今年からプロになったアイスロー選手がこのデッキをメインでよく使う人ですね。怖いな。そうで、まあね、周りも全然特に変わらずで、まあ、ホグファルチェですね。強いね。なんですけど、ファルチェが、まあ、ライトニングでは結局処理できないんですけど、まあ、ライトニングウッドとか、はいはい、ライトニングザップでは処理できるみたいで、うん、まあなんですけど、まあ、ライトニングザップとかやると結局8コスとか使っちゃうんでね、5コス相手に、うん、なんで、まあ、ファルチェのメタで今後ロケットがもしかしたら増えるかもしれなくて、確かに、てかファルチェのメタカードがもしかしたらスパーキーとかロケそうかもしれないですけど、そう、そうファルチェがね、射程が遠いんで、ファルチェが投げる前にスパーキーが打つっていうね、あるんで、まあスパーキーも増えるかもしれないんですけど、そうなった時にファルチェもスパーキーも両方ロケットで処理できて、しかもファルチェが入っている、おつまりもうファルチェメタのファルチェ環境デッキですっていう、まあ、可能性もね、まあ、ないことはないかもしれない。8000って感じで、まあここの2つはね、 今でも使われてるんで、別にまあ弱くなることはさすがにね、ないと思うんで、強くなりますね、まあ、なんで、まあすごいおすすめですね。で、次からは、まあ、僕の個人なんですけど、やっとの革命デッキ、はい、こちらです。うい、これスケラですね。まあ今でもないことはない、本当に隅っこの隅っこに生きてるんですけど、たまに明るくてね、まあそのボーラーファルチェの守りからのカウンターのスケラデッキ、ゴブリンの理由ってあるんでしょうか。まあ、ゴブリンなんか正直スケルトンとかでもいいし、タルババとかでもいいんですけど、まあちょっとした受けがやっぱないっていうので、まあ、ゴブリンと あとはスケライね、ウッドとかタルババ咲くんで、そうなった時にゴブリンがね、その影で生きてくるっていうのはね、あるんでね、意外と2コスなんですけど活躍しますって感じ で、あとはまあね、僕がずっと昔に使ってたスケラもうもしかしたらこれもマジでね、もう1年半ぐらい前に使ってたデッキとか
まああとはそうですね、高回転の、まあ、スケラバック回って感じなんですけど、まあさっきガクトが言ったようにロケット化が増えたら普及化もラッシュが強い、まあそう可能性ありますね。というわけでまあね、この辺のファルチデッキ僕ほぼ触ったことないんですけどイメージないな。まあね、1戦2戦ぐらいならやってもいいかなと思います。今でもファルチバルーンを使ってる人からしたら、まあすごい嬉しいニュースですけど、ファルチをねやっぱ使ったことがある方が多分そんないないと思うんですよね。あんまいないね、あのバルーン界しかないかな。そう、本当にねないと思うんでね、まあ、明日ねもしシーズン終盤にファルチ強化使いますってなった時に、ファルチデッキ何があるんだろうってなったらね、ぜひねこちらのねデッキをね参考にしていただければいいかなと思います。あ、これはやばい、トルネがない、トルネがない、トルネがない、待って、トルネがないから一回ここは我慢ですね。ちょっとアイスピがいい感じでバグに当たったね。アイスピがめっちゃいい活躍しましたね。相手がホグですね。 2.6 ホグ、あ、ホグだ、ホグコカツ、ホグですね。ホグ飛んできたわさっきでファルチが多分これ射程が今4.5 なんですよね、うんうんうん、今これが 4.5 なんですけど3になるんで、もうちょっと歩きますね。もうちょっと歩かないと投げないんで、まあそこが逆に弱くなりすぎてて、わかんないね。そう、活躍するかどうかは意外とね怪しいところではありますね。これちょっと対空ネクロとウィザードで、ウィザードを割いたんでバルーン飛ばしていきます。おお、攻めてきた。あ、これちょっとやだな。ちょっと待って、これ待ってファルチ近くに開いちゃった。ファルチ近すぎた。ちょっとここで金。でも聞いてください、ファルチェ、これ今のね、ウィザード処理できてないんですけど、もう火力2倍になります。確かに範囲もちっちゃくなる。そう、範囲もちっちゃくなるんで、今ぐらい近い場所に出しても全然いいと思いますね。なるほど、そうですね。バランス調整後の未服役の位置が変わってね。そういうことですね。もうバランス調整後の皆さんに使ってもらうためにあそこに出してます。なるほど、なるほど、わかりやすくね。下の方に出しちゃうともう投げないんでね、この子なかなか。歩いてさあ、わざわざ歩かないといけないんで、まあ、そこはね慣れるのがちょっと大変かもしれないですね。でもこのデッキは結構なんだろう、高回転で使いやすいし、なんかバルキリーとかもね、その多分4戦5戦隊って結構ウィザードとかが多いと思うんですよ、うん、あ、確かにネクロとかも、そうネクロとか多いと思うんで、そういうのにねファルチェとあれがね、あれバルキリーが強いんでね。やばいやばい、痛い痛い、待って待って、ごめん、下手でごめん。キングピロ好きだからギリも開ける。いや、ギリって、いや結構やばい。おお、開く。でもここはちょっと痛いですけどね、痛いんですけど1回ザップで、うい、まあ、序盤にキング起動したことによってね助かりましたね。いやー、マジでファルチェあんまただ使えてないからそんな上手ではないっていう、ただね、まあ、でも、まあ、デッキのパワーがねちょっとあると思いますね。これはもうウィザーが残っちゃう。あ、これトレネ使わない方が良かったかもしれない。相手ホグライダーいたんで、あ、でも来た。そう、まだ、でもこれはまずアップタグってあげるとフィニッシュって感じで、修正後からファグチの火力がもっと上がるんですよ。そう、これの2倍ですからね言ったら2倍、2倍はえぐいよな。みかんさんとかとさっきまでみんなで、うん、その修正のことについて話してたんですけど、そのみかんさんがミニペッカ一発分の範囲攻撃版の距離が長い版、空もいける、空もいけるっていう考えたら、そう考えたらえぐいですね。先もが、そう考えたらえぐいんですよってな感じで。どうしようかな、無意識いる？ホグやっちゃえば、まあ、ホグ、でもホグはまあホグの方が使いやすいかな、もしかしたら。なんかパーンって飛ばしてなんかしとけばって感じ、反対がホグつけてるそうですね、よろしく。というわけで、あとは他の修正のことに触れるとするならば、はいはい、トリトンだな。トリトンが散骨になりましたね。コワンちゃんクロスかもしんないんで、強い方がけど間が分かんないっていうのが本音。僕的には結構いいと思うんですけど、誰もあんまりなんか仲間がいないです。トリトン、トリトン結構いいと思うんですよねっていう話をするんですけど、結構仲間がそんなにいないんですよね。ローケトリトンミラーゴーが勝つんでしょ。いや、それはさすがにないんだけどね。まだ、まあ、トリトンその3コスだから、今の ISP もさ、ワンパになるの、うん、そう、今の ISP もファルチェのこのフキュって無効になりますね。効かないっす、 ISP とかも効かないっす。ファルチェね、まあ射程が短いから難しいところではあるんですけど、火力がちょっと違うかって、さすがに強そうだよね。さすがに強そうですね。相手迫撃でしたね。迫撃ナイトアーチャー、ロケットのやつだ。これワンチャンファルチェにロケット撃たれるかもしれない。出してみよう。
いやこれは吐く息、でもさっき吐く息使いましたからねこの人。おお。よし。射程が短いですけど。よいしょ。これね、もしかしたらトルネードがあるかもしれないですね。トルネードがあった時に、うん、あの終わる。終わる。あ、ホグコ終わる。吐く息とトルネードでホグコ。なんで毒削りをしていこうと思ったら、めっちゃ来た、めっちゃ来た。まあ、ハグって互角なんでね、言うても、うん、そうなんですね。これは多分ゴブリン読みですね。ゴクスがちょっと重いですね。でも打っとったんで、ういー、多分これだけでちょっと厄介だと思います。あーちゃー、綺麗な方へ、いい位置ですね。で、いやそうだな、これちょっときついかもですね。まあでも、まあでもこれはまあ今ならこのハグチが白撃のターティックコイルけど、そうなんですね、次だと射程がもう短くなってるみたいなんで、迫撃の範囲外まで歩かないと、うん、そういうみたいですね。まあ多分これはさすがに多分トルネ、トルネが、あ、ないのかな。今の楽器キング記号をやるからないんじゃないかな、うん、いやでもあると思うんですけどね僕としてはあると思うんですけどね。信じてくれ、ない。本当か、本当にない。アイスピコーモリ、あ、でもこれフォグ飛ばすだけで、あ、じゃあロケットがピューンって、あ、いい、あ、入ってない入ってない入ってない、おいしおいしおいし、あ、あるかーい、おい、なんで信じてくれごめんっけごめんっけ、とか申し訳ないけど、これはもう本当にフォグが通らなくなるんでロケット削りしていきます。で、もし相手もロケット削りをしてくるんですけど、そうなった時に僕のファルチが残るんで、そのファルチを攻めでうまく使っていきたいですね。これですね、まあ、でも正直あの防衛迫撃あるとまた話がね変わるんですけど、なんかもう回転はあっちも早いな、そう、あっちも早いんですよね。まあでも言うてね、言うてこれトルネだけだと抑えにくいから防衛迫撃、なるほどね。でここでよしロケ打っていきます。まあ確にこっちの方が一発分多く打ってるから、うん、早めにアイスピ削り、でロケ2周ですね。あと2周で相手ロケ2周ではないので、ロケ完周、さすがにね、そうですね、大体1回だから攻め迫をどうにかしないといけないと思うんですけど、させないようにホグを飛ばすか、そうですね、させないようにホグ飛ばすか、まあ、ファルチとか出して、あ、嫌らしい相手、このファルチがいることによってね、相手はちょっとでもアーチャーが多分防衛迫と、防衛迫置くと思うんですよ。置かないか、あ、これ惜しい、あ、もう声げ、うお、これファルチが殴りますよ、パキリ、うよいしょ、イエーイ、強い、これあの結局これまあ強化前ですからね、これ強化されるとあのもっと強くなります。なんかね、マスケとかも2周ですね、2往復とザップ剣、もう2往復でミリ残り、1往復でほぼミリ残り、だから多分4000-5000体だともう格上ファルチェに自分のマスケットワンパンされます。皆さん気をつけてください。ネクゴも結局一発芸もう格上ファルチェ多分ネクゴ一発、はい、ワンパンされるんで皆さん気をつけてください。はい、ホバリングもね、あの同レベでワンパンされます。同レベでね、はい、なんでね、ぜひねファルチェも使ってください。エリババも多分秒で100円になる、はい、使ったもん勝ちだと思うんでね、ぜひぜひ使ってみなさい。こちらね、まあ僕のおすすめの一気、まあ1-2-4のこれですね、ぜひぜひ使ってみなさいってことで、またね、多分ファルチェを使った動画もね、その環境後にね上げると思うんでね、ぜひそちらも見てみてください。では、まあ、シーズン終盤ラストね、マルチね、まあ、今僕79位でまあぼちぼちいいとこにいるんでね、まあできればまあ気持ちはね一桁狙って頑張っていきたいと思います。というわけで、はい、今回もねちょっと喋り多めだったんですけど、最後ね見てくださってありがとうございました。では概要欄にコタのチャンネル貼っていくので、ぜひそちらもね覗いてみてください。というわけでお疲れ様でした。